しょ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。なんか投資方さえ見えてくればこれ連発するかもしれないな。よし。はい、 HP バグね、バスの家になってましたよ。まあ、沈む虫を入れ込んで、ほら来た、もうバスの巣だね。リバースクロー、ちょっとバックスライド系も試して、ちょっと糸が太いからさっきよりちょっと強めのとこ入れられる。よっしゃ、食った一発。おお、一投目すげえ。いやー、散々ね、小さいワームで釣りまくった後に来たよ。はーい、バックスライドどうかなと思ってね、流してみたらリバースクロー速攻で食いましたよ。ちょっとね、軽めのノーシンカーで何匹か釣って、でもうちょっと奥の奥に入れてみようかなって、またいつものお家なんですけども、ここねバスがねいっぱいいる。ほんでこれでね入れたり出したり繰り返したら来ましたよ。じゃあねこいつはね小さいんで逃がしてあげます。ほいで、タックルはまあねリバースクローでセオライズの40番フックを使って、リールはねジーニアスプロジェクトのグラビアス深溝スプールに16ポンドを入れてます。で竿がロデオクラフトのホワイトウルフ。ホワイトウルフどんな感じですかってコメントがあったので、この竿なんですけども、こういったねちょっと重めのノーシンカーなんかもできるんだけども、あーそれこそなんだろう、デプスの NZ クローラーなんかもできちゃう、ほんとね許容範囲の広い、まあなんだろうな、手元を柔らかく使えばそれこそあのパルスコットジュニアなんかもバコバコ釣れたりね、でこういうノーシンカーなんかのあたりもカンカーンってねすごい感度で取りやすくて不思議な竿で軽いんでね面白いです。はい、じゃあね引き続き頑張ってみます。いやーすげえな、何匹反応してんの。これね、大切に大切に打ってったらまだまだ続きそうですよ。バックスライドね、流れがあるからずっと入れたり出したり入れたり出したりを繰り返していたところをね、カンカーンって食ってくれてました。はい、こんな感じで、こっちに藍があって、でこっちが重くてこの針先がある方で入れていったらバタバタバタって出して、入れていってバタバタバタって出してね。じゃあ引き続きドリフトさせてみます。
だね。魚の気配で、ちょっと上目から入れて。丁寧に流し込んでいって。ユーマズメとかになったら45とかまでだったら出そう。何気に買ったっきりこのバックスライドの釣り今年の夏全然やってなくて、リバースクローをね買ったっきり釣ってなかったんですけど、今多分1トン目かな、ちょっと確認しますけど、そこで釣れちゃったかな。すごいね。うわで16ポンドでこういうちょっとボツめのタックルなんだけど、すんごいね投げやすい、投げやすいんだけどコンパクトシルエットだからこれ使いやすいんですね。ホワイトウルフが17ポンドクラスっていうね、17ポンドクラスやつなんですけど、16ポンドクラスってのがあって、そっちはねもうちょっと大口径のガイドがついていて、 NZ クローラーとかやるんだったらそっち16ポンドっていう風に松本さんに聞いたんですけど、これはあのトルザイトガイドで、なんていうのかな、トルザイトでよりこういうワームの釣りとかをしやすいような味付けがなされている。ブランク自体は変わらないで、トルザイトの軽快な持ち心地で、ちょっと今お尻の方が破れちゃったからこういう付け方に変えてますけど、おー食ったー、いきなり付け替えたら速攻食った。リバースクローすげえ。いやいやいや、びっくりした。付け替えて速攻、しかもサイズも上がったよ。よいしょ。ほい。はーい、リバースクローね、順付けというか、あのビラビラがある方が後ろって付け方にしたら速攻でね食ってくれました。タックルは引き続きグラビアスにホワイトウルフ16ポンドライン。すーげえ、いやーバスのなる木だね、もうほんといっぱいいんねこれ。あーちょっとねパターンですねこれ。はい、まだまだマンションからバス出てきてもらいますよ。リバースクロー大活躍しだしてます。いいっす、ありがとうさん、うーさよなら。濁りに去って今ね喋りながらやってたんですけど、ビラビラが来る方を後ろにしてね、ほんで持って入れたら、あそこを食いました。どっちでもいいんだね。なんだったらジグのトレーラーにもなっちゃいそうだ本当これね。で手が両方なくなったらよくね食うデプス素材の芋になっちゃうから、これほんとお得なワームかもしれないですね。じゃあ引き続き上げてみます。そんでぶっ飛んだ手発見。あ多分ねバスが暴れた時に陸上で切れたんだね。帰ってこれ持って帰って修理しますね。はいはい、じゃあ引き続きリバースクロー、リバースクローね、どうつけんの、いろいろ試してますね。基本は確かこのビラビラが愛の方で正解なはずなんですけど、よいしょ、
あこんな反応いいんだったらもっといろんな釣ったことないワーム持ってくればよかったな。ちょっと、はいはい、濁ってからこういう濃いめの、お、まただよ、3頭連鎖ふたすげえな、このワームすげえな。おい、バス大好きだな、これ。ちょっとバラしちゃいましたけど、ちょっと鼻水出たな。びっくりする